普段なんか自分でやってるんだっけ。あでもオイル系はやらない。あやらないんだ。見づらい。おっぱいサービス？違う。あ違う。あ違う違う。違う始まりました。メカレフティ。今日はじゃん点検の日。今日のゲストはヨッシー。ヨッシーはね、うさぎさんは初めましてだよね。初めましてです。メカニック TV のイベントにも来ていただいて。そうなんです、ね、そうそう、その時はね、でもね、ジムニーだったよね。そうです、前回はジムニー。私が今ジムニー買おうとしたのにやめちゃったの、自分。また買おうかな。ちょっとまあ、いろいろある。これ何？ハスラー。ハスラー。私ハスラーって初めて見たけど、こんな大きいの？初期のハスラーですね。K なのにこんなでかい。ただ車高が上がってるからでかく感じるだけ、うん、なんかドアとかもすごいでかい感じる。近くで見ると大きく感じる、ね、だってもう軽でしょ、ハスラー。そう、まあ、でも所詮軽なんでね、大きさの限界がある、まあ、確かにね。中はそうでもないと思う、まあ、まあ最初はまあ日常点検から、はい、うさぎさん覚えたか、日常点検。どこに何があるかが。そうだね、車によって違うからね。じゃあまずはエンジンルーム。じゃあまずはブレーキ液。ブレーキ液。ブレーキ液。どれだ？え、これ？そう、正解。当たった。これがマックスとミンがあるので、その目視。大丈夫？大丈夫。じゃあ次が冷却水。さあどれでしょう？ここ結構奥にあるんだね。どこで見ればいいの？でもやっぱさ、K にしちゃでかいよね。エンジンルームスカスカだもん。どこ？広いね。あ、この線か。最近の K って室内を広くするためにさ、エンジンルームがちっちゃいんだけどさ。これだったら全然。あ、股間歌見やすい、すごい。ロー下回ってない。全然。問題なし。上のとこにあります。次がエンジンオイル。うん。前回のはさ、エンジンオイル見にくかったからさ、これ今回この、はい。これがある。これ。一回拭いて。前回のはね。普段なんか自分でやってるんだっけ？あ、でも。ちょっと私オイル系はやらない。あ、やらないんだ。見づらい。おっぱいサービス？違う。取りにくいかなと思って、服がダボダボとして。おっぱいサービスかと思ったのに。違う。こんな金髪化粧が整備士だったら最高だね。なんて？なんで聞いてなかった？今真剣すぎて聞いてなかった。で、これで抜く。で、点と点。上を持っていい？いいよ。点と点の間にいるか。はい、じゃん、入れじゃない、これ。そうだね、わかんない。結構多くない？ビタビタに入ってる、うん、ここまで入ってるね。ちょっと量が多いですね。綺麗、はい、じゃあなんか汚いと恥ずかしいかな。いや全然。ちょっとそこだけは綺麗でしょ。でもね、みんなすごい綺麗なんだよね、うん、私の参考なんてもいつやったか覚えてない。買ってすぐやったっけ。こらこら。企画で一回全交換します。これで OK。 あれが何キロだったか覚えてない。もっとオッケー、はい。じゃあ次がウィンドウォッシャー。ウィンドウォッシャーはこれ入れてる？水はちゃんと入れてる？ちゃんと入れてますけど、ここ見えない。見えない。どこから見えない？大丈夫。ウォッシャーが出る。あとでだって室内でウォッシャーの出る出ない確認があるので。バッテリー。バッテリーさ、バッテリー。そうそうそう。どうやってなんか。これこっちにね、アッパーとロー。これだ。そう、その線の中に入ってるかなんだけど、まあ分かりづらいんだよね。このバッテリー自体はあんま動かないし、そういう時は結構変え、ここに書いてある。2018年7月、まあ、2年経ってないですね。経ってね、2年経ってないです。18年7月、まあ、20年7月だから大丈夫、うん、まあ、2年も経ってなければ、うん、OK。 あとはついでにこのターミナルね、緩みがないか見てあげる、これでエンジンルーム終了。じゃあスモール、オッケー、ロー、はい、ハザード右、左、オッケーだね。スモール、これナンバー灯何？え、これ純正のナンバー灯？いや純正じゃない。だよね、すごいおしゃれ。ストップ、バック、ハザード、右、左、これライト変えてる？リオ。
書いてます。そうだよね、おしゃれ。私はこっちのが気になる。やめて。あとは、OK、タイヤ。もうこれも全然ハンドル切る必要もない。タイヤは亀裂損傷、空気圧、溝。オッケーだね。これで合ってる？逆？いや、でも刺せばいいだけだよ。何？2.1。2.1。じゃあ十分だね。大丈夫。抜けちゃった。オッケー。これで車の周りの4項目が終わりです。では次は運転席座ってもらってエンジンのかかり具合。はい、かかり具合。問題ないね、いつも通りだよね。で、ウォッシャー。あ、出るか。全然出る。めっちゃ飛んできてる。で、ついでにハケを見るけど、まあ問題ないね。で、次がブレーキの踏みしろ。問題なし。いつも通り。あとは駐車ブレーキ。これフットだね。で、エンジンの低速加速、まあここまで車で来ていただいてるので、まあいつも通り。だってこれいつ、え、何年、これ25年。25? じゃあ全然大丈夫。6年前。ほぼ新車。6年、ほぼ新車です。6年だよ、ほぼ新車。これで日常点検終了。どう、すごいあっさりだ。前回のと比べると、前回難しかったですね。車によってこんなに違うから、やっぱ整備士って偉いよね。偉い、すごい、ね、だから今回の日常点検これで、次回よしよ、いろんな話聞くんだな。ということで今日のネクネテビはここまで。